何の話をさしたらさみんな喜ぶのかなって、やっぱオーディション当時、オーディション当時の話じゃないですか。映像だと結構やっぱりそのライバル視してるみたいな感じでこうやっぱ流されるんですけど、でも実際結構みんな仲良かったよね。そうめっちゃ仲良かった。そう、はい、ということで今日はですね、はい、もうね私がね思い出せないぐらいなんですけど、何年ぶりの再会っていうとっても素敵なゲストが来てくださってるんですけど、はい、すごいですね。めちゃくちゃ多分ね10年とか余裕で経ってるぐらいのゲストなんですけど、私ももちろん嬉しいんですよ、久しぶりの再会で嬉しいんですけど、私以上にちょっとおかしなテンションの人がこっちにいるんですけど、はい、斉藤さんはどうしたんですか。いや別に斉藤さんはいたって普通なの。別に僕普通に斉藤さん今日おかしいですよ。おかしい、あなたがおかしいです。パチンコで勝った。いやパチンコでは勝った。そんなことない、僕おかしい。いや、もう様子おかしいんですよ。明るいもんな。うん。でも早速呼んじゃいましょうか。はい、いいですか、心の準備できてますか。大丈夫、頑張る。大丈夫、頑張ろう。ヒヒフランパーズ。なんだこの人。じゃあせっかく呼びましょうか。はい、今日のゲストは、カヨアイコちゃんです。どうぞどうぞ。お願いします。座りますか。どうぞ。はい、入りますか。ありがとうございます。はい、らしい。あ、自己紹介をお願いします。はい、カヨアイコです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。いや、はい、ヘナイミさんが、はい、さっきから一度も目を合わせれてないです。本当そうだよ。なんでですか、それ。基本目を合わせるのにお金いるんで。おかしいのよ。出た。本気で、多分本当にもう言っていいんだよね。いいと思います。好きにしてください。すごく応援してたんだって過去に。はい、そうデビュー当時ですかね。そうですね、はい、本当に最初から最後までです。はい、はい、ありがとうございます。そうみたい。だから本当に本気で好きで応援してたから目合わせられないし、ね、来た時からなんかすごいそわそわしてるの。そんなことないですよ。そんなことありますよ、うん、そんなことない。私にそんなことなったこと一回もないのに。最初の一回はそわそわしてる。3回ぐらい。そうでもなかったですよ。いや、やっぱりその青春時代、本当17、8から22、3っていう一番自分がいい時期にずっと応援してたので。いや、嬉しいです。本当にファーストシングルからラストシングルまで全部持ってます。すごい、それはすごいですよ。全部すごいご縁だなって今日思いましたね。っていうのも、あ、多分見てくださってる方でお気づきの方もいるかと思うんですけれども、私たち実はモーニング娘。の5期オーディションの最終合宿まで、はい、一緒だったんですよ。そうなんですよ。はぁ、その時は、ね、初めましてなんですけど、そう、合宿の時に、まあ、みんなで最終審査のメンバー初めて会うんですけど、うん、そこで会ってる3泊4日ぐらいだったよね、あの合宿。そうだね。そう、その厳しい時間を一緒に乗り越えたっていう、そう、そういうメンバーというか、愛子ちゃんとはそういう関係なんですけど、だとしたらもう小川さんと太陽さん、うん、出会ってからもうどのぐらいってことですか。だから2001年だよ。2001年のオーディションだもん。22年前。そう、やば。そうなんですよ。すごいね。すごいよね。2001年の夏にオーディションがあって、ね、でそこで、愛子ちゃんはその時は落ちてしまったんですけど、うんうん、その後から一人でソロでデビューして、うん、そこから柳さんを応援して、そしてヘビーなオタクがついた。そう、ついちゃった。当時やっぱモーニング娘。を、まあ、落選してどこに行くのかなってなったら、うん、もうアニメタイアップ付きで華々しくソロでデビューしたんです。すごいですよ。やっぱ当時ソロアイドルっていうのが全くいなくて。そうなんですよね。そうか、そうか、もう AKB さんが流行る前だったので。あ、今となってはそのソロのアイドルの子たちって結構多いけど、うん、あの当時ってじゃあそれこそアイラとかミキちゃんも珍しかったんですか。ハロプロ以外でソロのアイドルなんてほぼ存在しないというか。なかなかですね。すごいですね。で、エベックさんに入られたので、事務所もまたね、だからアニメっていう形で行ったのかな。そうです。それも初めてだったみたいで、へ、うん、すごい、そんな感じはありました。どうだったんですか、それって。もともとグループとしてさ、うん、芸能界入りたかったわけじゃない、愛子ちゃんは、うん、で、ソロで自分でじゃあ一人でって言われた時ってどういう、あれなんですか。でもなんか、やっぱ気持ちの方が勝ってた。そのいろんなことを、うん、その背景を考えるほどの余裕はないけど、うん、でも歌手になりたいっていう気持ちだけでオーディションも受けたし、うん、目の前の
ことをとにかくがむしゃらに目標を叶えるんだみたいな、ほんとそういう気持ちだけだったから、あ、じゃあ別には一人で不安だなとかよりももう慣れるっていうことの方が大きかったね。そうかも。あとそのいろんな出会いもあったし、 あとはまあその同じ ABEX の中で、うん、まあ、そこでまあドリームさん先輩がいたりとか、うん、なんかいろいろ刺激受けながら、うん、みんなでこうなんかライブしたりとか、なんかこうフットサルしたりとか、そうなんだ。そういうのも多分へなぎさんの方が詳しいから、愛子ちゃんの活動に関しては私でもすごいなんか新鮮とか、私が想像がつかないというか、グループでの活動でもいっぱいいっぱいだったのに、一人でってなんかさ、一人で全部背負うじゃないけどさ、全部自分じゃん。いやでももう華々しくてさ、毎日24時間じゃ足りなかったでしょ。あの時は、うん、そのやっぱついてくる、それこそもう本当がむしゃらに、うん、あのついてくしかなかったから、うん、悩んでる暇もないし、うん、だから余計良かったかも。当時その、うん、ほら新潟から出てきて、うん、やっぱなんていうの、ホームシックになってもおかしくない状況だったんだけど、うん、そうだよね。でも忙しすぎてホームシックにもなっててる余裕すらないしぐらい、うんうんうん、結構精神面では結構きつかったかなと思う。やっぱ見てたさ、それこそ愛子ちゃんもさそうだと思うけど、うん、見てた華やかな世界とさ、うん、入ってみての苦労って全然違くない？そうだね、それを見せられないしね、そのお仕事としても。そう、うん、人の前でそれができませんとかさ、うんうん、そのやっぱ夢を与える仕事だからさ、うん、やらなきゃいけないし、うん、それを顔に出しちゃいけないしって、うん、やっぱすごい人たちなんだなって入って改めて思ったというか、私はなんかそれはあったかな。モーニング娘。ってキラキラしてて楽しそうだなって見てる側ではずっとそう思ったけど、入ってみてこんなに大変なんだ、人の前でこう何かをするってっていうのは入ってみて分かることいっぱいあるよね。いやでもめっちゃかっこよかったよ。なんかやっぱテレビで見ててもわ頑張ってって思ってたし、いやありがたい。なんかわかんないけどそうやってやっぱ自分がなりたかったわけじゃない、うん、そのモーニング娘。に、うん、けどやっぱさわかんない、そうやって愛子ちゃんは思ってくれてたけど、うん、そう思わないパターンだってありえるわけじゃないですか。いやいやありますよそりゃ、うん、それは嬉しいですね、うん、めっちゃ。もう僕とかだったらもう、うん、もう妬みそのままダメっすよ。もう誰かお笑いね、もう我々なんかスキャンダル出て終われとか笑わないダメだよったら思いますね。でもそういう人絶対いるじゃん、はい、いや言いますよ。それはママチとは本当にオーディション終わったけど、うん、でもプライベートで会ってたよね。そう、そうなんすか。パフェ食べに行ったりとかしてた。会ってたよね。遊びに行ってました。すげえ、うん、それでもさ入ってすぐでは多分ないじゃん、きっといっぱいいっぱいで、そんな余裕なんて多分ないから、うんうん、1年とか経った後ぐらいなのかな、うん、久しぶりとかって言って連絡したのかな。お互い10代ですよね。全然13で、それなんかどこ行くんですか。なんか大人だったらちょっと飲み行こうよとかありますけど、10代で渋谷そう渋谷の何したんですかそれ。富士屋さんのかわいい食べたあとプリクラも出してたよね。かわいい。もうヘナギさん胸やつエピソードじゃないですか今。僕今話聞いてない。いや僕はもう5期メンバーが高橋さんと加陽さんが入ると思ってました。ちょっと待ってよ。ちょっと待ちなさいよ。いやあの第1位第2位で予想してました。予想するんすよ。でも3番手はちゃんと小川って書いてました。入ってました。ギリ入ってた。で4人取ると思わなかったです。3人と思ってたんですよ。そう3人と思ってこれは硬いって僕は当時ブログに書いてたはずです。高校生の時にね、あって、でそこからなぜだと、なぜ落としたと。でも相当荒れました当時の僕は。まあでも本当にまあ何が正解か分かんないけど、やっぱあそこまでアニメのタイアップがバチバチつきまくってたんで当時。すごいですね。ただやっぱ時代がちょっと早かったなっていうのは。今だったらアニメとかね。いや本当に今、確かにな。そうだから今こそ歌ってほしいし需要はあると感じはあるんですけど。歌いたいってのはすげえ平木さん入れるから欲しい。すぐ歌いたい仕事だからすぐ平木さんにぜひ。嬉しい。もうステージだろうがもう過去だろうがアイコフェスするね。アイコフェス用意できるんで。必要ですか。必要でしたら一緒になんかね。あ確かに。じゃあ小川フェスにゲストで一緒に、うん、
なんかできたら、だってそれこそ一緒に仕事したことはないからね。そうなんだよね。そうなんすか。一緒に仕事はないんですよ。一個舞台で、はいはい、まこちがあのやってた役を次のタイミングで私がやるみたいなことはあったんですけど、一緒に共演はないんですよ。ないんですよ。そうなんだ。そう、じゃあなんかに一緒に仕事作っていただいて。すぐ考えます。あのごめんな、仕事だけはできるんです。そうなんです。はい、この社長仕事ができるんです。なんか話は尽きないんですけど、うん、何の話をさしたらさ、うんうん、みんな喜ぶのかなって今考えてるんですけど。やっぱオーディション当時、オーディション当時の話じゃないですか。当時のその第一印象とか、パッとだってオーディションで始めたわけじゃないですか。はい、お互い最初どう思ってたかとか思い出せればね。でも本当に可愛らしい人、これこそアイドルみたいな子だなっていう印象でした。私はやっぱ声も可愛いし、当時と変わらない、声も変わらないし、なんかそのいわゆる、あ、私には持ってない要素をいっぱい持ってる方だなっていう印象はめっちゃありましたね。へえ、可愛いなって思ってた。そのたちは、そう。第一印象どうですか？若いんです。なんだ、一番年上だったんですけど、私が。え、そうだったんですか？そうだ、あいこちゃん一番年上だったの、あの時。なんだけど、私本当にポンコツでして。そう、印象のことだよね。しっかりしてるなっていう、まこちは。しっかりしてるように見せてただけですよ。いや、全然しっかりしてないんですけど、でもあのオーディションの時って、やっぱ大人たちがすごかったじゃない。そうだね。どう自分が振る舞ったらいいんだろうとか、すらもさ、分かんない状態だったから、とにかくあの時私は、絶対にこの人たちの前で泣かないぞだけ思ってた。なんか、いやーかっこいい。13歳ぐらいでそう思ってたんですか？すげえマインドっすね、それ。だって、絶対これ私泣いた方がいいんだろうなって思ったけど、めっちゃ泣きたい気持ちいっぱいあるんですよ。今でも見ると、すごいなんか強気だな、私って思うんですよ。過去のやつ見ると。それをでも頑張って演じてたんですよ、あの時私。泣きたかったし帰りたかったし、早く合宿終われって思ったし、分かる、思ってたよね。そういう思いでした。やっぱりいやもう怖かったもん。きついきつよ、きつかったです。いや全てが初めてすぎて、で芸能界というものも全く分からず、本当に素人がポンって行っちゃったんですよ、あの場に。だからなんか本当に右も左も分かんなすぎて怖かったです。なんかこの夏の思い出みたいな。なるほど、そういう風に考えないと辛くてきつくて。そうなんですよ。でもなんかああやってやっぱ映像だと結構やっぱそのライバル視してるみたいな感じでこうやっぱ流されるんですけど、でも実際結構みんな仲良かったよね。そう、めっちゃ仲良かった。そうなんだ。全然仲良かったし、お昼でみんなでカレー作ろうよとか普通に楽しんでやってたし、そうだからね、あのオーディションのその殺伐としたっていう空気感ってあんまりなかったと思いますよ、うちらの多分オーディションで。しかもやっぱその形は違えど、同じタイミングでほぼ同じタイミングで芸能界入って、それぞれで今も頑張って活動してるわけじゃないですか。奇跡ですね。だからね、再会できるし、奇跡、一人でそれだけやってくるってすごいなと思います。ご縁に感謝です、本当に。そうね、あの第一印象さっき聞いたじゃないですか、はい、今日久しぶりに会った印象どうですか？いや、変わんないよ。いや、それ私のセリフよ。本当に変わんないし、こんなに顔ちっちゃくてこんなに細いのと思って、やめて、隣に並べたくないと思った。ちっちゃと思って全然変わんない。変わんない、本当変わんないですよ。えなぎさんの思い出の中で、今ポッと思いつく一番のなんか思い出とかありますか？いや、やっぱなんだろう、愛してねもっとぐらいの時に、まあ、テレビとかにも何回か出たりとか、なんかドラマとかも出たりとかした時とかのやっぱリリースイベントとか、あとはやっぱその音源 CD が出るのを心待ちにしてたのが一番あって、で曲が全部良かったんですよ。本当に音楽が今聴いてもほぼ全ていい。僕が今作っているアイドルの音楽の原点というか参考にしたりとかしてる曲、まあ、曲というか雰囲気が多いなっていうのは未だにすごいあります。で名曲が多すぎて、多すぎてもったいない、あの曲をなんか死なせるのは本当にもったいないなっていうぐらい、もうワンチャンエイベックスから買い取りたいぐらいの気持ち。いや本当に本当に、いやでも今でもそれ曲を歌ってるんだもんね、その当時の曲は。そうなんです。そう、いいですよって言っていただいて、でまあたまにこう歌う機会をライブとかで出演させていただく機会があって、何度か
デビュー曲とか、うん、その今言っていただいたセカンドの愛してるものとかは、うん、ずっと歌わせてやってほしい、やってほしい。最近の定期的にでも歌うライブはやってるんだもんね。やってるって、今も。もうあの、箱とお客さん全部用意するんでやってほしい。人の中の迷宮と、あの愛してるもっとこうみたいなのもいっぱいあるんですよ、本音とスターとか勇気の力とかね、ファンタジーとかね、すごいのよ、本当に今日のオタク変なき怖い過去一期の過去一期かもしれん、バンバンしてほしいな。いやいや、当時でもやったことない。そうそう、当時でもやらなかった。なんでそう、あ、そうなんだ。そう、今だったら変な話、アニメの DJ イベントのゲストとかだったらもう当時の人知ってる人いっぱい、やっぱ DJ イベントいるので、やっぱアニメの曲が強い、興奮するか、みんなわーってなるか、その中の一人になります、ね、当時は握手会みたいなのってなかったんですか。ありました、ありました、ね、はい、握手してない、してます、してしてる、してるんだ、してるんだ。なんでその話しないですか、もう、ね、恥ずかしい。当時は本当 AKB さんとか流行る前だったので、うん、握手会自体がすごい貴重というか、実はチェキが後半ほぼなかったから、うん、当時は、ね、要は今でこそチェキ普通じゃないですか、うんうんうん、もう当時チェキなんかなかったもん、うん、だから僕はチェキ取ったことないし、ポラロイドも取ったことない、うん、あ、で、あ、本当の握手会だけ、本当の握手と、まあ、サインとか、あ、買った CD にサインとか、そうそう、なんかハッピーみたいなのあったりとか、あ、そう、もう私たちがついていけないよ、いや握手してるんですって、嬉しい、CD 全部持ってるもんだ。すごいよ。だからこれはヘダギさん その夢の解決としては、そう、オーバーフェスなり、はい、カヨさんのそうソロイベントなり、自分でやって、はい、チェキ会をやって、自分で並ぶっていう。いやー。やって。ツーショット撮りましょう。撮るの？ツーショット撮って。じゃあ、お金払います。それは払いましょう。お金はそれは払いましょう。それ払います。夢いっぱいいただいてたからね、過去にね。でも本当に、当時その時のオタクの自分がいるから、うん、今、こうやって人が評価してもらえるようになってて、うん、本当に先ほど言ったように音楽の多分基盤の中の一つになっているので、うん、僕も本当にエレクソオタクですし、そうですよね。だからあの時の経験とか体験が今に本当に生きてて、うん、所属タレントとか僕の作ってるもの全ての何かになって影響してるんですね。影響してます。ありがとう。確かにヘナギさんのプロデュースするアイドルってどっかエイベックスっぽいんですよ、ね、なんか、いや宇宙的というか、あ、そう、だからそれはなんか分かります。かっこいい曲いっぱいあるんですよ。ちょっと歌謡さんの楽曲買い取ります、エイベックスここで言うんじゃないです、エイベックスさん裏でやってメッセージするんじゃないですで、まだまだね、聞きたいこといっぱいあるんですけど、また引き続き第2弾に続きましょうか。アニメのサマーライブも出てます。そうなんです。あの拍手が忘れられなくて、もう一度あそこに戻りたいっていう気持ちで、それ以降どんだけわーってなってもそのマインドで活動しました。すごい。なるほど。ひまわりベーグルパンパン、3人井戸端スマイルモーニング、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。